こんにちは、ぷくともです。前回の動画で晴れて 3D プリンターデビューをしまして、今のところすでに出来上がっているデータで、可愛いウサギちゃんだとか、コントローラーを置く台だとか、あとはこちら、これ気に入ってるんだけど、こんな感じでね、カチャッと開けることができて、これスマホのスタンドに使えるアイテムなんだけど、こういう動くアイテムっていうのもデータが転がってたりするので、簡単にね、サクッと印刷して作れてなかなか便利だなぁと 3D プリンター日々楽しんでいるわけなんだけど、まだ自分でオリジナルのものを作ったことがないんですよ。そんなわけで今回は初めて自分でちゃんとモデリングをしたものを印刷してみたいと思います。モデリングに使うのはもちろん iPad。 今回は iPad の 3D モデリングアプリ Shaper3D っていうやつを使ってみます。これがなんと一部機能を除けば無料で使えちゃうアプリなんですよ。結構 3D モデリングのアプリって高いものとかもあったりするから、無料で使えるってかなりでかいですよね。ちなみに今回はそんなわけで無料の範囲内で使える機能を紹介していくわけなんだけど、このアプリの機能をフルで使おうとすると、月額が5,500円、年払いの場合は42,800円ということで、なかなかねお値段がかかってきます。しかもサブスクだからずっとお値段かかってくるので、今回紹介するやり方で無料でできる範囲で OK そうだなと思ったら、無料でもいろいろ作っていくことができるので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで行ってみよう。それでは早速 Shaper3D を立ち上げます。今はプロジェクトが2つ作られているんだけど、これにさらにもう1個プロジェクトを追加しようとすると、こんな感じで有料じゃないとできませんよっていう画面が出てきちゃうので、これは一旦スキップして、プロジェクトはね増やさずにいくつも作品を作っていく方法をご紹介します。これ事前に練習で作った作品なんだけど、この練習で作った作品はフォルダの中にまとめられています。私がやっているやり方としては、こうやってフォルダで1個の作品を管理して、いくつもいくつも作っていくっていうやり方なので、今回は練習のフォルダを非表示にして、このまっさらな状態で作っていきます。で、次に設定することとしては、単位です。これ今ミリメートルに設定されているんだけど、それ以外にもセンチメートルとかメートルとかあります。今回はミリメートルでやっていきます。で、今回何を作っていくかというと、カメラの防湿庫の上にあるこの小物たちをね、ぴったり収められる小物入れを作っていきます。あらかじめ iPad のメモアプリでこんな感じで採寸した内容をメモしておきました。今回はこの内容をもとに 3D モデリングしていきます。そんなわけでスプリットビューでShaper3D を開きまして、画面を調整して、これで作っていきます。上から俯瞰した状態にするためには、こうやって画面の底の部分をタップするやり方と、あとは上にあるこのサイコロみたいなボタンをタップするとカメラのアングルを調整するようなことができるから、やってみてください。で、2本の指でつまんでいくと拡大することもできます。そしたらスケッチの中の四角で早速ケースの周り、枠組みを作っていきます。で、サイズについてはこんな感じでタップしてあげると数字で指定することもできるので、このやり方おすすめです。そしたら指でクイクイとやって角度を調整しまして、さっき書いた四角をタップしてあげると、こういうね水色の矢印が出てきます。これを上に持ち上げてあげると、はい、早速ね台を作ることができました。今回は高さ6センチの台を作ってみました。で、ちなみにこの角っちょの部分をタッチしてあげるとフィレットっていうのが出てくるんですけど、こうやってね簡単に角を丸く削ってあげたりだとか、角張った状態で削ってあげたりだとか、自由自在にできるのでおすすめです。今回は使わないので戻します。そしたらこの台の上を編集していくので、指でダブルタップしてあげるとこんな感じでまた俯瞰した状態の画面に切り替わります。そしたらここにそれぞれの小物に合わせてスケッチしていきます。またまた長方形を選択して、お財布の大きさに合わせて四角を描きます。
移動をタップしてあげると矢印が出てくるので、ちょうどいい位置に調整することができます。続いてはこちら、ちょっと角が丸いから難しそうなんだけどやってみましょうということで、今度は線を選んでまっすぐな部分を描いていきます。で、高さも調整で、その高さに合わせた幅でもう一個の線を描いていきます。そしたら高さは一旦描いただけなので消しちゃいます。そして長さを調整したら縦のラインも描きます。で、これおすすめなのが弧を描くことが簡単にできて、こうやってね、点と点をつなぐだけでめちゃめちゃ綺麗に角丸な図形を描くことができます。スケッチの機能はほとんどイラストレーターのね、アプリのような感覚でサクサク作っていくことができるから、 3D のモデリングは挑戦したことがないという方でもかなりやりやすいです。そしたら1本の指でカメラの角度を変えてあげます。はい、こんな感じの角度に調整しました。そしたらさっき描いたパーツをペンでタップしてあげると、またこの矢印が出てきます。これを下に下げてあげると、この台を削っていくことができます。ちなみに上に上げるとポコッと突起を作ることができる感じです。はい、これでそれぞれの小物を入れる場所を作ることができました。いい感じ。そしたらね、ちょっと底の面にもアレンジを加えちゃいます。底の面をタップして、このマグネットをね、埋め込む場所を作ってあげたいので、今度は円を選んでぐるっと円を描いていきます。で、この円についてもね、こうやってサイズを指定することができるので、はい、こんな感じで指定したら、また移動ツールで円の場所をいい位置に調整しまして、で、また指一本でカメラの角度を調整して、描いた丸をペンでタップして磁石を埋め込むための穴を作っていきます。 OK。 そしたら小物入れの高さ、最初は6センチにしようかなと思ってたんだけど、ちょっとフィラメントがもったいないのでケチりまして、高さは3センチに調整しました。これで完成とします。そしたら共有のボタンをタップして書き出しをして、プロジェクトの書き出しをします。で、書き出しの時にも注意点があるんだけど、この青いプロってマークがついているやつは有料じゃないと使えません。なので今回は 3MF という書き出し方法でやっていきます。で、解像度についても高くしちゃうと有料になっちゃうので低い状態にして、プロジェクト名を修正したら、非表示のアイテムを含めるがオンになっていないのを確認しまして、書き出し。ここから先はパソコンでの作業に移るので、クラウドサーバーにこのデータを保存してあげます。はい、ここからはパソコンでの作業です。さっき書き出したデータをバンブースタジオというスライサーソフトで開いてあげます。この私が使ってる 3D プリンター用のスライサーソフトなわけなんだけど、こうやって自分が使ってる 3D プリンターとかを選ぶことができます。私は基本的にデフォルト設定のまま使ってるんだけど、確認すべき項目として強度の中のこのインフィルのパーセンテージ 15% に設定していると、こんな感じで強度が低いような状態で作っていくことができて、その分フィラメントを使う量を節約することができます。逆にフィラメントいっぱい使っていいから強度が高い方がいいなと思ったら、このインフィルのパーセンテージは高く設定してあげるのがおすすめです。すべての設定が完了したらスライスをクリックします。そうすると一瞬でスライスが完了します。あとは造形開始をクリックして、フィラメントを選択して、送信を押してあげるだけでプリントを開始することができます。完成しました。裏面にこの磁石を装着する穴があるので、ここに磁石を装着して設置してみます。
初めての 3D モデリングにしては結構ちゃんとできたんじゃないでしょうか。ミリ単位で指定して作ることができるからこそ、こんな感じでぴったりの小物入れを作ることができました。思った以上に簡単に作ることができたので、よかったら皆さんもシェーパー 3D 試してみてください。というわけで以上、ぷくともでした。バイバーイ。